ホンダ CB、ホンダ CB400、スーパーフォア c b 4 0 0スーパーフォア、ホンダ技研工業が発売している、排気量 400cc ネイキッドタイプのオートバイである。1992年4月に、初代モデルが発売され、2005年3月には、スーパーボルドールタイプが追加された。発売以来改良が重ねられロングセラーとなっている。 2008年度からはオーストラリア、東南アジアでも発売されている。CB400SF は、プロジェクトビッグマイナス -1 のコンセプトの下に開発された。プロジェクトビッグマイナス -1 では、以下のような要件を掲げている。1992年、第29回東京モーターショーにプロジェクトビッグマイナス -1 初の車種として、CB1000 スーパー4が参考出品され、 その後4月に発売される。ホンダは4気筒ネイキッドとして CB-1 を販売していたが、優秀なスポーツ性能の反面、実用面ではガソリンタンクの容量が少なかったことや、ライバル車と比べてスタイルが中途半端だったために販売で苦戦した。その失敗を糧に CB400SF にはかつての名車のスタイルが取り入れられている。 CB-1 からの主な変更点としては、以下の点が挙げられる。マイナーチェンジで、バージョン R が登場し、その後、ビキニカウルレスのバージョン S が登場した。また、NC31 をベースに CB750、4風のスタイルを取り入れた、CB404 といったモデルも存在する。バージョン R1995 年3月10日、発売。 ビキニカウル搭載のモデル。STD モデルからの変更点発売当時の値段は、STD モデルより10万円高となっている。バージョン、S バージョン S は、バージョン R から、ビキニカウルを外し、ネイキッドスタイルとしたほかフロントブレーキが非進興行,行政対抗4ポッドキャリパーとなっている。また、1996年12月のマイナーチェンジにより、フロントブレーキに、 ブレンボ製、対抗4ポットキャリパーを装備したモデルも存在する。バージョン R から具体的な変更を下記に示す。なお、基本的には、バージョン R のカウルレス仕様である。1996年12月のマイナーチェンジでは、下記の変更となる。また1998年6月には、ホンダ創業50周年を記念して、 アニバーサリー使用者が500台限定で発売される。これはカラーリングと鍵の変更のみで通常のバージョン S と大差はない。NC31 からの主な変更点特にエンジンに可変バルブ機構であるハイパービテックを採用したことがモデルチェンジの目玉とされている。ただしこのハイパービテックは4輪のビテックと違い、カムシャフトではなく、 バルブの開閉による調整を行うものである。具体的には、一定の回転数までは4バルブ中にバルブが閉鎖しているが、一定の回転数を超えると4バルブ化するようになっており、これは、かつて、CBR400 回にあった、レブ機能から発展したもので、燃費の向上などを目的としており、4輪のビテックと、差別化するためにハイパービテックと名付けられている。 2002年1月30日にマイナーチェンジされ発売。ハイパービテックからの変更点2002年12月23日2003年7月18日2003年12月25日発売。2003年10月25日から11月5日までに開催された東京モーターショーに参考出品された。 ハイパービテックスペック2からの変更点2005年3月30日、マイナーチェンジし、フロントショックに、プリロード調整機能がついた、CB400 スーパーボルドール CB400 スーパー、ボルドール CB400 ス,スーパーボルドールは2005年の、CB400SF のマイナーチェンジに合わせ、ハーフカウルを装備したモデルとして登場した。高速道路二人乗り解禁に合わせた。 長距離走行に適した仕様となっており、主な変更点はとなっている。CB400 スーパーボルドールハイパービテックレボ2009年式2007年12月25日発売。燃料噴射装置である PGM5 を装備し、ハイパービテックを改良した、ハイパービテックレボを搭載する。1986年に発売された。 CBR400R から20年以上にわたって搭載されていた NC23E エンジンに代わって新設計の NC42E が搭載された。アンチロックブレーキシステム採用モデルもラインナップされている。またスーパーボルドールも引き続きラインナップされる。2014年3月20日にはマイナーチェンジモデルが発売された。サイドカバー。 リアカウルなど外装が一部変更され、スーパーボルドールモデルには LED ヘッドライトが採用された。ホイールは新たにデザインされた10本スポークのアルミダイキャストホイールが用いられている。ABS 搭載モデルについては ETC 車載機とグリップヒーター、専用インジケーターランプを取り付けた E パッケージモデルが受注生産者として用意されている。 奥乗りやすいとの評価が高く、NC31 モデルと NC39 モデルを元に製造された車体が自動車教習所で広く採用されている。教習車として使われる CB400SF は、NC39 の外装のものでもハイパービテックを採用していないモデルが存在する。これは、ハイパービテックのバルブ切り替え時に挙動が変化する。 ことが教習には不向きであるためと思われる。また、馬力、トルクも大幅にダウンされ、どの回転数からでも均等のパワーが出るように改良されている。市販車からの変更点としては次のような点が挙げられる。NC31 ベース外装機構 NC39 ベース外装機構 NC42 ベース。ありがとうございます。